目覚めたグレイは見知らぬテントに寝かされていた。グレイは呼び出されたテントに向かう。炎じゃねえぞ。カリューの炎は全てを破壊する。
ただの炎じゃねえぞ。アリの炎は全てを破壊する。誰にも負けたくなければ、まずは己の弱さを知ることだ。優しくあれ。森で一夜を過ごした夏。夏はムーンドリップの儀式を阻止するため再び遺跡の地下に侵入し、支柱を壊して遺跡を半壊させる。誰にも負けたくなければ、まずは己の弱さを知ることだ。優しくあれ。誰にも負けたくなければ、まずは己の弱さを知ることだ。優しくあれ。リーテイルが教えてくれ。人と人との距離はこんなにも近い、温かいものなのだと。
突撃。俺の炎はただの炎じゃねえぞ。カリの炎は全てを破壊する。ただの炎じゃねえぞ。カリの炎は全てを破壊する。自分の身を犠牲にする覚悟でアイスドシェルを発動させようとするグレイ。ナッツはそんなグレイを殴って止める。
ただの炎じゃねえぞ。カリューの炎は全てを破壊する。なんとかリオンを倒すグレイだったが、すでにムーンドリップの儀式は完成してしまっていた。ついに復活するデリオラだが、デリオラが腕を振り上げた瞬間、その体はボロボロと崩れ始める。悪魔化した村人を救うため村へと戻る夏たち。村人から話を聞いたエルザは呪いの正体に気づく。ガルナ島はムーンドリップによって発生した邪気の幕に覆われていたのだ。エルザが邪気の幕を破壊したことにより、村人たちは正しい記憶を取り戻し、自分たちがもともと悪魔だったこと、人間に変身している姿を本来の自分だと思い込んでいたことを思い出した。
こうして夏たちは無事 S 級クエストを達成することに成功した。俺の炎はただの炎じゃねえぞ。カリの炎は全てを破壊する。炎じゃねえぞ。カリの炎は全てを破壊する。
炎じゃねえぞ。カリの炎は全てを破壊する。フェアリーテールは俺の家だ。必ず帰る。楽しいでしょ？あらあら、私の名はソル。愛などなくとも金さえあれ。トレビアーン。トレビアーン。